それではお時間となりましたので、 LINE プラットフォームサーバーサイドエンジニア採用説明会を始めさせていただきます。本日お忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。司会を務めさせていただきますエンジニア採用チームリクルーターの千綿と申します。本日のイベントではコミュニケーションアプリ LINE に関わるサーバーサイドの開発を担当する LINE プラットフォームデベロッパーセンター1の5つの部門からエンジニアが登壇し、チームの紹介、仕事内容や、業務の実例、働く環境などについてお伝えさせていただきます。長時間のセミナーとなりますので、ぜひリラックスしてご参加いただければと思います。本日のアジェンダですが、LINE という会社の説明、LINE プラットフォームの概要、環境紹介をまずさせていただきまして、その後各チームからですね、の紹介がございます。20時半ごろより事前質問と当日いただきます、質問の Q&A セッションの方をスタートさせていただきまして、9時ごろ、21時ごろに終了予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。本日の説明会では参加者の皆様からのご質問を Zoom の Q&A より受け付けております。質問はセッションの途中でも思いついた時でもどんどんご投稿いただければと思います。匿名での質問をご希望の場合は匿名で、送信というチェックボックスにチェックを入れてですね、ご投稿いただければと思います。また他の方が投稿した質問に投票できるいいねボタンの機能がついておりますので、もし気になる質問がございましたら、いいねボタンを押して投票いただければと思います。はい、それでは早速始めさせていただきます。まずは LINE という会社、LINE プラットフォームの概要環境についてですね、 LINE プラットフォームディベロッパーセンター1センター長、ミンスよりご説明させていただきます。それではミンスさん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日 LINE プラットフォーム開発中について紹介することになっているチェ・ミンスと申します。最初簡単に自己紹介させてから始めようと思ってます。はい、私はこの2001年から開発として主にウェブアプリケーションを中心にしたチャットサービスのサーバーサイド開発で始めまして、2006年に LINE に来て、はい、2011年から LINE に入社して主にサーバーを開発したし、スタバの開発者として勤めています。今はプラットフォームディベロップ LINE プラットフォーム開発センター1という組織のリードとして、 LINE アプリやその他ビジネスにこの LINE プラットフォームの基盤をつないで、そこを連結する、そういった役割をしております。まあちょっと、まあ、言い換えると主に新しい仕事を作ってそれを立ち上げること、それをまた開発組織全体に展開することを、まあ、楽しんでいることになります。はい、ここ、まあ、最初ちょっと開発 LINE プラットフォーム開発センター1の周り の、 この組織体制に関して、まあ、少し説明させてからいこうと思ってます。LINE プラットフォーム開発センター1は LINE のメインプロダクトである LINE アプリのサーバー側の開発を担当している技術部隊であります。その隣にあるこの LINE プラットフォーム開発センター2はですね、主に iOS や Android などクライアントのアプリケーションの開発を担当していて、その次3センターは LINE の漫画やライブなどファミリーサービスを主に担当しています。また4センターはですね、1センターが作っているこの LINE のシステムを外部の開発者につなぐためのサードパーティー向けのディベロッパーセンターや OA 広告システムなどを担当している部隊になります。はい、そういった開発センターの中で、開発センター1はですね、主に LINE プラットフォーム開発ということを中心にして、特にこの真ん中にあるメッセージングプラットフォーム開発室はですね、日本の中で開発を主にやっていて、2億ユーザーを支えるメッセージングの基盤を支える技術力を持っている開発部隊になります。あとそこで作ったこのメッセージングの基盤をさっき上で話した4センターの外部のシステムにつなぐための中間役割をすることをここのポッドプラットフォーム開発室がやっています。
あと LINE のさまざまなサービスからコンテンツをプラットフォームとしてまとめて、一貫性ある形で管理体制を作って、それを LINE アプリのユーザーにつなげる役割はコミュニケーション&サービスインテグレーションシティが担当しております。今日この後それぞれの各シティからどのような業務の内容を行っているのかを皆さんにこの場で紹介することになると思っています。はい、まあ、さて私から、まあ、具体的な業務内容よりはですね、まあ、この LINE プラットフォーム、LINE プラットフォームの開発者が、まあ、どのような責任と、まあ、姿勢を持って、今日、この後話す内容とか業務内容に取り組んでいるのかを説明することにしようと思ってまして、主に開発文化や、まあ、ミッションとかを、ミッションとか大事にしている、まあ、コーベリューとかを皆さんに紹介できればと思っています。それで先に LINE っていう会社のビジョンスローガンっていうことから始めようと思ってますが、これはですね、一言に簡単に言うと、まあ、世の中でワウっていうことを作って、まあ、それを通じてナンバーワンになることを目指すっていう内容ですね。まあ、なるべく短くこれをこの場で説明すると、まあ、ワウはこういう作ったもの、もしくはサービス、もしくはそのシステムが使う方、つまりユーザーの方で、まあ、驚きを感じるほどの価値を提供する、まあ、それを強みとして、まあ、それがナンバーワンになる一つのこの根拠になることを示していることになります。まあ、その上で LINE プラットフォームっていうことの位置づけを続けて話したいんですけど、LINE のプロダクトはですね、メッセージングセントリック、つまりメッセージングが中心にあって、その上で LINE アプリケーションを支えることだけではなく、まあ、LINE の中でさまざまないろんなサービスや、まあ、オフィシャルアカウント、あとサードパーティー外部の開発者の事業まで支える、そういったつなぎ役割をする、そういったプラットフォームとして LINE のユーザーやソーシャルグラフ、メッセージを、まあ、そういった各サービスやシステムに連携する、そういった中心役割をすることがこの LINE プラットフォームの位置づけになります。それでまさしく、まあ、このプラットフォームで、プラットフォームが WOW ではないと、まあ、このプラットフォームから使っていろんなビジネスやサービスをする部隊が WOW を作ることはかなり難しいので、まあ、それこそこのプラットフォームの WOW が LINE プロダクト全体の WOW に広がる、そういった大事なポジションであると、はい、考えています。ここはですね、このそのワウなプラットフォームを作ることに至って、この LINE のプラットフォーム開発者が大事に考えているこの3つのコーベリューを簡単に説明しようと思っています。一つ目はですね、リライビリティ、信頼性であるということですね。もう皆さんご存知の通りに、LINE ということはです、サービスはですね、今日本の中でも結構中心的なこのコミュニケーションツールとして活躍していて、まあ、その上でさまざまなサービスやビジネスが動いているんですね。それは日本だけではなくて、台湾やタイなどの他の国でもそういった中心役をしていて、まあ、それこそライフラインの一つとしての役割を LINE というサービスが責任を持ってやっているんですね。まあ、そのために信頼性を持って何があっても落ちない、そういった強いサービス、あとちゃんと安心してユーザーのデータやユーザーの大事なプライバシーを守れる、そういった信頼性あるサービスを作ることが、この WOW が可能になる、そういったプラットフォーム作りの基本になると思っています。まあ、その上でもですね、このプラットフォーム開発ということはですね、まあ、いろんなビジネスが動く中でですね、このビジネスがあってからもう何かを作ろうとして準備するとですね、もう早いこの世の中で早いトレンドで変わるサービスの変化には、まあサービスの変化に遅れてしまうんですね。それでそれについてはですね、このプラットフォームがあったからこそ、そのプラットフォームを使って素早くそういったビジネスチャンスをつかめるようにするということが、この柔軟性として結構大事なポイントで、いろんなサービスからの要望をそのまま実現することだけではなくて、それをもっと一般化して、さらなるこの後出るこのビジネスの要件にも対応できるように開発するということが、一つ大事に考えながら
開発ことになります。あと3つ目、ハイクオリティということで、まあ、クオリティはまあ当然、まあ、高いほどいいことではあるんですけど、まあ、特にこのメッセージングを中心にしたこのプラットフォームの中でクオリティはですね、このプラットフォームで作った API やデータのクオリティがあんまり良くなくて、使いづらい、もしくはデータの分析がしづらい形で、このプラットフォームから初めて作っていくと、それを使う他の LINE のファミリーサービスやデータ分析プラットフォームでのこの展開が悪くなるということですね。それで、LINE プラットフォームが提供するこのクオリティこそ、LINE 全体のプロダクトのクオリティに影響を与えるということを信念として考えて、そこのための、ちゃんと利便性を持って使える API やもっと分析しやすいデータを作るために、日々頑張っていると思っています。あと、こういった未知の高ベルの上で、プラットフォーム精神ということを持って我々取り組んでいるんですけど、プラットフォーム精神の中で一つ、ワウとして照らしたいのはですね、我々のプラットフォームのユーザーは誰かということですね。もちろん LINE を使っていらっしゃる LINE のユーザーが我々のユーザーにもなるんですね。あと我々のプラットフォームを使ってそれでビジネスを展開している LINE のビジネスも我々のお客さんであるという考えであります。ただそこだけではなくて、我々のプラットフォームを使って各サービスを開発する開発者、もしくは外側でサードパーティーで LINE のプラットフォームでメッセージング API やメッセージングのいろんな仕組みを使って自分の事業を展開する、そういった開発者も我々プラットフォームのユーザーであると考えて、それを常に考えた上で皆さん取り組んでいます。あともう一個、プラットフォーム精神ということで強く主張したいのはですね、プラスアルファを一も考えて仕事するということです。実はですね、このプラットフォーム開発がもう特に強みとして考えるべきのものはですね、まあ、サービスやビジネスから要求されることをそのままちゃんと 100% 達成するということだけではプラットフォーム開発としては足りなくて、その次こういうことをするとその次また他の要望でも対応できる、そういったものになるということを常に考えながら開発に取り組んで、それこそ未来にあるビジネスをイネイブル、ビジネスが可能になるということを目指してプラットフォーム作りをするのがこのプラットフォームスピリット、プラットフォームの精神だと考えています。こういったものをですね、この後各メッセージングプラットフォーム、ボット、バックエンドプラットフォーム、あとコミュニケーション&サービスインテグレーションの方で、それぞれ開発をどうしているのか、言っているのかをちょっと皆さんに紹介することができればと思ってまして、こういったことと、また LINE のメインアプリとしてはですね、オープンチャットや API を公開するプラットフォーム、あと認証のプラットフォームなどを開発する部隊がグローバルであって、そういったグローバル組織と一つの文化と一つのチームとして一緒に協業しているのが、この LINE のプラットフォーム開発のワンチーム体制になります。まあ、最後、この場を借りて皆さんにちょっと伝えたいものとして、ここに持ってきたのはですね、世の中でですね、この LINE はすでに完成していて、あんまり新しくやることないんじゃないかっていうことを言われている人、実際にはいまして、私、この場で、実はそうではないんですよって強く言いたいんですね。まあ、先週、デブデイでも少しいろいろ紹介したと、こともあるんですけど、まあ、LINE って、今まで10年、取り組んでいたものの上で、これから10年新しく取り組まなきゃいけない課題とか、まあ、解決しなきゃいけない大きな宿題を持っていて、それをどう解決するのかが、これからの LINE プラットフォーム開発者の役目であるんですね。まあ、こういういろんなやることあるんですけど、これはこの後発表の内容からもしくは Q&A でぜひ皆さんと一緒に共有したり話できればと思ってます。あと、ここの話はですね、本当に深い話で、今日の限られた時間で、全部は話しきれないと思ってますので、もしここ本当にもっと強く興味を見て一緒に取り組み、もっと詳細知りたいとか取り組みたいことがある方はですね、ぜひ LINE に応募して LINE の開発者と一緒にその話一緒にできればと思ってます。はい、
私からの発表は以上で、この後はメッセージングプラットフォーム室の今井祐介さん、よろしくお願いします。はい、はい、インスさんありがとうございます。では今井の方から、メッセージングプラットフォーム開発 N パートチームの紹介をさせていただきます。はい、まず最初にですね、先ほどミスさんの方から、メッセージングプラットフォーム開発の簡単な紹介をいただいたんですが、その中に3つチームがありまして、その中の1つが N パートチームとなっております。その他 Z パートチーム、 IMF チームっていうのがあるんですが、 N パートに関しては基本的にはアプリケーションサーバー上の開発、新規開発運用を行うチームで、Z パートに関しては、ストレージにフォーカスを置いた開発運用チームと、 IMF チームに関しては、社内で全社的に使えている Kafka のプラットフォームの開発運用チームとなっております。で、私自身は N パートチームで働いております。で、メッセージングサーバーっていうのが、そのフロントエンドとバックエンドに分けられるんですが、LINE クライアントと言われている、皆さんが今おそらくお使いである LINE のアプリケーション、iOS であったり Android で動くっていうものなんですが、そちらがですね、まずはその L4 のロードバランサーと、レギーとジムラを呼んでいるんですが、リバースプロキシーのようなものなんですが、HTTP2 対応のもので、TCP のセッションを束ねてくれるようなものがいて、その裏にですね、バックエンドサーバーとしてトークサーバーというものが存在します。そちらの、サーバーの開発運用というところを主に見ているのが N パートの担当となっております。このサーバーの中にはですね、基本的には API を開発したりすることがメインにはなるんですが、そういうところを主に担当しています。はい、具体的にやっているところっていうところで、まずは紹介したいのですが、まず分かりやすいところで言いますと、新機能開発というところになります。今の部署はメッセージにフォーカスした部署になりますので、メッセージにおける新機能というところになるので、直近、その数年間というところで言うと、例えば送信の取り消し機能であったり、こちらは送信して間違えてしまったときに友達へのメッセージを削除取り消しできるという機能になるんですが、その他メンション機能であったり、こちらは非常に最近ですねリリースされたものになるんですが、リアクション機能と申しまして、メッセージに対してリアクションの、そのアイコンのようなものを、そのできると、リアクションできるという機能になっております。あとはそのフレンドリストと呼ばれている友達のリストを管理しているのも先ほどのバックエンドサーバーになりますので、そういう部分の開発、新規開発もしております。であったり、あとはそのクリスマスであったりバレンタインとか季節性のイベントがあるんですが、そういう時にキーワードを入力すると、そのエフェクトが動いたりする機能がありまして、そういうもののサーバー側とクライアント連携というシステムの運用開発であったり、その他ですね、ホームと呼ばれている LINE の中でもいくつかタブがあるんですが、一番前に来ているホームと呼ばれるタブがあるんですが、そちらのコンテンツの表示の部分の開発であったり、配信のサポートというところをやっております。その他やっているところとしては、その LINE 自体は今でだいたい10年以上運用開発しているんですが、どうしてもそのクライアント、皆さんのスマートフォン上で動いているものとサーバー上のデータの不一致っていうのが日々発生していて、それ原因っていうのはいろいろな理由があるんですが、それをですね、定期的に確認して自動的にリカバルするような仕組みっていうのを、今後10年を見据えて作っているというのもありまして、2年ほど前の、LINE DevDayでもセッションを設けて内容を発表しておりますので、もし興味ある方がいられたらご参考ください。その他に関しては、メッセージ自体の送信の信頼性改善というところで、メッセージを確実にユーザー様にですね、送るというところが一番大事な使命にはなるんですが、そちらがですね、もし仮に例えば昨今のデータセンターの障害なので、失敗してしまったときに、
リトライがちゃんとできて、ちゃんとユーザー様に到達するというような、まあ、そういうようなリトライの仕組みを刷新しようとしていたり、あとはまあその、まあ、何て言うんでしょうね、まあ、メッセージを送信する以外にもいろいろな機能がありますので、そういう部分でもしも仮に遅れてしまっても、そこまで機能に影響がない部分に関しては、まあ、非同期処理を進めていったり、あとはその、まあ、サーキットブレーカーなどを導入してですね、まあ、障害時に一時的に、ブレーカーを落とすような形で、まあ、障害の起きたサーバーとの、ネットワークを、まあ、そのブレーカーを落とすことで他への影響を最小限にするというような対応をしたりしています。あとはまあその、まあ、ホットポットイシュースポットイシューと私たちは呼んでいますが、まあ、いろいろなユーザーがいる中で、まあ、一つの機能を集中的に短期間で使うユーザーの人もいたりして、まあ、そういう時にですね、まあスパム検出の機能や、まあ、そのレートリミッターなどを有効にして、まあ、その対応しているというところになります。で、まあ、そのボトルネックになっている分に関しては、まあ、そのキャッシュを導入したりとか、あとはその、まあ、RxJava であったり、コトリンのコルーチンなどを使ってですね、まあ、そのブロッキング化っていうのも進めたりもしております。で、こちらはパフォーマンスで、やはりその、まあ、フィーチャーを開発するときに、例えばです、そうですね、秒間100万リクエストをカバーしないといけないというような、まあ、リクライメントがあるんですが、そういう中で、まあ、実際にテストをしてですね、ボトルネックがどこなのかっていうのをプロファイリング実施により、まあ、その見つけて、まあ、そこを集中的に改善したりというような作業もやっておりまして、まあ、直近確か、まあ、1ヶ月ほど前にですね、チームメンバーのミッキーさんの方でそちらの内容をブログに上げておりますので、よければご参考ください。そうですね。まあ、その他、例えば、その、いろいろなシステムがある中で、実際にそのサーバーが落ちたときにどういう影響があるのかっていうのも、実際にその、まあ、カオステスティングとして、まあ、落としてみて、確認してみたり、あとは、まあ、先ほどのトーク、まあ、メッセージングサーバー、トークサーバーと呼んでおりますが、そちらがですね、一極集中になってしまっているので、そちらをできるだけ分割した方がリスク分散につながるので、そちらの単一障害リスクを低減するような対応をしております。で、 LINE 自体はやはりその年末年始っていうのが一番、そうですね、まあ負荷という面では利用者も多いので、それに備えて年1回のイベントとして部署一丸となってですね、トラフィックへの対応をどうするかっていうのを進めております。はい、まあ、そうですね、あと、まあ、そのメッセージングプラットフォームとしてという業務というところで言いますと、先ほど水さんより紹介いただいたと思うんですが、まあ、LINE 自体は、まあ、そのメッセージを、まあ、LINE ユーザー、実際のアプリケーションを使っている方々以外にも、まあ、いろいろな利用者の方がいて、まあ、LINE のデベロッパーであったり、まあ、OA 関連のものもあったりとか、そういう中で、まあ、そのプラットフォームユーザーの方々全員を、まあ、サポートするような対応としての業務もあります。っていうところで、まあ、例えばその、まあ、一般的なところで言うと、LINE ユーザー様からの CS 対応というところで、まあ、技術的調査が必要な部分への CS 対応のチケットであったり、まあ、そういうことを調査するためのツール開発であったり、そのボットであったり、まあ、そういう連携先とのですね、まあ、インターナルなバックエンドの提供と協業というところもやっております。また、そのやはり365日24時間動いているサーバーですので、まあ、常時、そのユーザー様の見えないところでエラーなどが起きていたりもするので、それのトラブル対応というのもしております。で、まあ、こちらはですね、今後やりたいことというところになるんですが、まあ、やはりその10年近く運用しておりますと、まあ、似たような機能が実はあって、でバックエンドも別々にあってというところが、まあ、ありまして、まあ、そういう部分を統合して、まあ、一つの、まあ、バックエンドに統合することでユーザー利便性であったり、まあ、今後のメンテナンス性を向上していきたいというプロジェクトをやっているのと、まあ、そのやはりその一極集中しているサーバーというところをマイクロサービス化を推進してですね、まあ、できる限り単一障害のリスクを
減らしていきたいというところで進めています。ただまあそのソーシャルグラフっていうところで、その友達関係のデータベースを保存している部分の、まあ、バックエンドシステムをまあソーシャルグラフと呼んでいるんですが、まあ、こちらに関して、まあ、なかなかその10年近くやはり運用している中で信頼性、拡張性に改善の余地がまだあるというところで、現在注力してその部分をプラットフォームとして品質を上げていきたいというところでプロジェクトを立ち上げているのと、サーバーとクライアント間で、まあ、現在 Swift を使っているんですが、まあ、こちらも今後のメンテナンスを考えて本当に今後10年見据えて今後も使い続けていいのかというところを検討しております。で、そうですね、サーバーエンジニアとしてやりがい、まあ、求める人物像というところになるんですが、まあ、サーバーエンジニア自体は、まあ、そうですね、こちらもある例えばプロジェクトがあって、そこでまあいろいろなポジションの方々がいるんですが、その中のまあサーバーチームとクライアントチームと企画チームっていうのがもう基本的にあのコミュニケーションが非常に3つなんですが、まあ、1つのフィーチャー開発するときにまあこの3つプラス QA チームであったり UX UI チームとかを連携しながら新しい機能を作っているという形になります。で、まあ、やはりそのやりがいというところでありますと、まあ、社会的なあのインパクトの高いプロダクトへの開発経験というところになりますので、その日本、台湾、タイ含めてかなりの数のユーザーの方がおりますので、まあ、そういうところであの自分の開発というところが非常に社会に影響があるので、まあ、その分、まあ、モチベーション責任感を持ってできるのかなと思います。とはそうですね、まあ、トラフィックというところで、まあ、なかなかその国内ではこの規模では開発できないような量の部分にあの担当ができるというところで、その分でもまあモチベーションにつながるのかなというのと、まあ、その日本国内の開発なんですが、台湾やタイ、インドネシアのユーザー様向けにもいろいろな開発の仕事ができるというところと、まあ、その今のメッセージングプラットフォームで言いますと、本当に多種多様なバックグラウンドを持つ経験豊かなエンジニアがおりますので、まあ、そういう方々と一緒に仕事ができるというのもあります。で、まあ、求める人物像なんですが、まあ、やはりその社会的にインパクトが高いので、まあ、何かあった時に皆さんに影響が出るので、それをまあ責任持って最後まで対応できる方っていうところと、まあ、その、まあ、本当にそうですね、何か問題が起きた時に本当にクリティカルなことになるので、その部分でアーキテクト的な考えを持てる方っていうのと、まあ、やはりその N パートに鍵っていうと、まあ、API の信頼性っていうところが非常に重要なので、まあその部分に関して非常に興味がある方であったり、まあ、やはりそのネイティブ開発になりますので、ネイティブアプリですね。なので、まあ、ネイティブアプリの開発経験っていうのもあった方がいいのかなっていうのがあります。そうですね、直近その同じチームの鵜飼さんがですね、この方はインターンで新卒で入られた方なんですが、インタビューがありますので、よければご参照ください。はい。技術スタックというところになるんですが、まあ、基本的には Java11 に移行してきておりまして、新規のまあプロジェクトですとコトリンベースで書くことが多いです。はい。データベースに関しては各それぞれの Z パート、IMF パートで詳細があると思いますが、HBaseS 以外にも Mongo や MySQL も使っているところもあります。はい、以上 N パートからの紹介とさせていただきました。ありがとうございました。次は野田さん、Z パートの方から、紹介いただきます。野田さん、よろしくお願いします。はい、メッセージプラットフォームデベロップ室の Z パートチームリリースユニットの野田と申します。本日私からはですね、リリース LINE メッセージプラットフォームにおける分散ストレージリライアビティエンジニアというポジションで募集している、まあ、Z パートチームについて紹介させていただきます。よろしくお願いします。本日のアジェンダはこのようになっています。まずはじめにですね、LINE メッセージプラットフォームにおける私たちの Z パートチームのミッションについて紹介させていただきます。で、その後に、まあ、テックスタックや、まあ、実際にどのように、まあ、具体的に業務を
行っているのかっていうのを、まあ、具体例を踏まえて、ご紹介させていただきます。で最後に、まあ、現在私たちがどのような課題に直面していて、まあ、もし、まあ、募集していただいてチームにジョインしていただいた際には、まあ、どのようなものを一緒に解決していきたいかというのを、まあ、紹介させていただきます。でまずは、まあ、担当領域の紹介です。今井さんの方から、まあ、全体の LINE サーバーの仕組みみたいなのは、まあ、紹介があったと思うんですけど、左の、まあ、LINE サーバーコンポーネントが、まあ、主なメッセージの中核処理をしています。で、この関、まあ、関連する、まあ、コラボレーターとして、まあ、ボットやオープンチャットや認証を行う、まあ、別のサーバー群などがあったりします。でそれらの、まあ、ストレージとして、まあ、重要なストレージとして、リリース HBase、Kafka っていうのを、まあ、現在 LINE では使っています。私の所属するデッドパートチームでは、その中でもレディス HBase が担う、まあ、永続化、キャッシュを行うストレージレイヤーについて、まあ、開発運用の、まあ、専門的に行っています。で、ストレージの、まあ、規模感なんですけど、私たちの管理するストレージは、まあ、LINE の主要4カ国1740万のユーザーのために、1日、まあ、約 2.7 兆ものリクエストが来ます。で、それに対して、まあ、高い信頼性で、かつ高いパフォーマンスで、まあ、我々のストレージは処理しなければいけないです。で、そのために、現在我々のストレージは、まあ、4000台以上の、まあ、物理マシンと、まあ、仮想マシンで構成されています。で、我々の、まあ、Z パートチームの役割としては、その永続化キャッシュストレージの開発改善運用になるんですが、まあ、具体的には、まあ、提供している各種ストレージの、まあ、継続的な調査監視調査改善などを行って、まあ、ストレージの信頼性パフォーマンスを高めたり、まあ、これら、まあ、4000台以上のホストにで構成されているので、まあ、非常に運用コストがかかってしまうので、そのクラスターの運用コストをまあできるだけ下げるように、まあ、オペレーションや監視ツールの継続的な開発改善を行っています。また、まあ、現在利用している Redis HBase をまあ永続化キャッシュストレージで使っているんですけど、まあ、それらについては、どこの部門よりも深い知識を持っていて、他のチームをまあその知識を使ってサポートするようなことを行っていたりします。で実際ストレージを管理しているっていうだけではなくて、まあ、実際にそれをアプリ、まあ、利用する、まあ、アプリケーション層のコード、まあ、主に、まあ、特にまあトークサーバー側になるんですけど、まあ、そういったところに対してのまあコードのまあ改善を PR 出したり、まあ、ライブラリーの提供などをして、まあ、他のチームと協業して行っています。で、我々の技術スタックになるんですけど、まあ、まずプログラミング言語としては、Java をまあメインに使っています。で他にもまあ技術的な適性を考慮して、まあ、Python だったり C、Scala、Lua などをまあ使用しています。でまた、まあ、Spring、Swift、Protocol Buffer などのライブラリや、Hacker とか LINE が、まあOSS として提供しているアルメリア、セントラルドグマなどのフレームワークの使用もしています。でデプロイプロビジョニングについては、Ansible、Docker、Kubernetes など、モニタリングについては、社内のモニタリングツールの、まあ、IMO と、あと、まあ、Elastic Stack 系の、まあ、OSS を利用しています。で、コア技術セットは、まあ、厳選して管理しているんですけど、まあ、それ以外にの、まあ、新しい技術スタックっていうのは、まあ、技術特性や保守性を考慮して、まあ、チームで話し合って、まあ、有用であると判断されたら、まあ、比較的自分たちで、取り入れるっていうのが、まあ、開発者の方に、まあ、裁量があるような感じになっています。で、ここからは、まあ、具体的な我々の業務の内容を、まあ、いくつか紹介します。で、Zpad チームですけど、まあ、今現在ストレージとして Redis HBase を使っているんですけど、まあ、Redis HBase で、内部で
チームがまた分かれているので、私の方がレディスユニットに所属しているので、少し業務内容がレディスによった内容になっているんですけど、ご了承ください。で、1つ目の業務例ですけど、LINE メッセージプラットフォームは非常に高いパフォーマンスでメッセージを処理しているんですけど、その高いパフォーマンスを出すために、結構レディスを随所で使っています。で、パフォーマンスを最適化するために、レジス自体がクラスター OSS としてクラスターの機能を提供していると思うんですけど、その機能は使わずに、独自のクラスターシャーディングの方式で、レジスクラスターを構成して、それを利用して管理しています。で、キーボードとしては、ホスト数だと先ほど言ったように、HBS レジス合わせて4000台以上なんですけど、1ホストに対して12ノードが、レディスのノードが入っていて、合計すると、18万以上のレディスノードが本番環境で動いていて、秒単位で我々はその秒単位のリードで監視を行っています。で、やはりこれぐらいの規模になると、マシンの故障が日常茶飯事に発生して、1週間に2、3台は平均的には故障が発生します。でオペレーションコストも非常にかかってしまうので、そのため現在ではそういったデッドノードの検知とかホストリプレイスメントなどを完全自動でできるようにしています。また、必要に応じて、故障ではないですけど、交換が必要な、ノードがリクエストがあった場合は、スラック上から、全てオペレーションが実行可能な状況になっています。でこのようなクラスターの仕組みそのものもそうですし、監視運用に使 う, こ う, いうスラックベースでオペレーションができるといった、そういった管理、監視運用を使う、ツール自体の改善も非常に我々の大事な、ミッションの一つになっています。2つ目の業務例ですが、最近、主にやっている話なんですけど、LINE メッセージプラットフォームでは、レジスをプロに活用して、高いパフォーマンスを出しているんですが、そのためいくつかの、データに対しては、HBS だけではなくて、レジスもメモリ上の永続ストレージとして利用している箇所があります。でしかし、より信頼性を高めるために、高めて、スケーラブルに今後していく、今後の10年のラインのためには、これらのメモリー上の永続ストレージっていうのを取りやめて、より、信頼性のある、方法に変えて、レジスは、キャッシュとしての用途として切り替えたり、より、全く違う方式で、ストレージを提供するなどを、検討するといったことを行っています。ただ単に切り替えればよいっていうわけではなくて、データのユースケースを完全に把握して、現在提供している企業に影響が少ないように一つ一つ合わせた戦略の選定と、選択を行っています。でまた LINE ではレディスをデータストアではなくだけではなくて、ID ジェネレーターとしても利用していて、よりスケーラブルになるように独自の ID ジェネレーターの開発と適用を行ったりしています。で、この ID ジェネレーターの切り替えの話は、今年の DevDay で同じチームの井出さんからの発表があるので、よければそちらも参考にしてください。で、3つ目の業務例ですが、新しいミドルウェア、ハードウェアなど、検証導入も我々の大事な業務の一つです。新しいレディースや HBS が出たら、そちらに移行を検討するっていうようなことですね。ただ検証の際には開発環境を利用することが多いと思うんですけど、我々本番環境は非常に大きなリクエストが来ていて、開発環境と比べると非常にリクエスト数もそうですけど、バリエーションが非常にギャップが出てしまいます。でそこで我々はリプレイヤーと呼ばれる本番の HBS クラスターに対するリクエストをインターセプトして、Kafka を通じてリクエストフィルター増幅して、検証環境で再現するような仕組みの構築を行ったりしています。
で、これによって新しいミドルウェアやハードウェア、設定に対して本番環境同等の負荷に耐えるか、ニューイヤーバースティングのような、まあ、急激なリクエストの増加に耐えるかを、まあ、安全にまあ検証することができるようになっています。で、検証だけではなくて、他のさまざまな用途にもこのようなリプレイヤーを使っていて、まあ、この活動についても、まあ、同じく、まあ、デブデイで同じチームの吉田さんからまあ発表があるので、まあ、そちらも参考にしていただけると、まあ、どういった業務をやっているかっていうのが分かると思います。で、4つ目の業務例ですが、まあ、日々運用していく中で、まあ、急激なリクエストが集中したり、まあ、レスポンスが悪化したりすると、まあ、信頼性パフォーマンスに関する課題がいくつも見つかってきます。で、それらをまあ一つずつ調査して、まあ、改善を行ったりするのも我々の業務の一つです。必要であれば、まあ、内部の HBS、Redis の、まあ、内部のコードを理解して、まあ、OSS のアップストリーム側に PR を出したり、あと Abuse などももちろん、そういった問題が出てくるので、まあ、レイトリミッターの仕組みを導入したり、まあ、ペナルティの適用を、まあ、他のチームと相談したりするというのも行ったりします。で、また、まあ、サービス側の、まあ、コード自体に、まあ、問題というか改善点があるとしたら、まあ、サービスオーナー、まあ、N パートだったり、ボットチームだったり、まあ、そういった、他のチームと協業して、まあ、解決策の相談、提案、まあ、時には、直接、サービス側に、まあ、コードを作って PR を出したりといったことも我々の業務の一つです。で、また、年末、まあ、もうそろそろ年末ですけど、まあ、年末は LINE の中で最もリクエストが集中する時で、まあ、通常の3倍くらいのリクエストが、来たりします。で、まあ、この年末を3倍のこうリクエストに耐えて、まあ、滞りなく、まあ、皆様、ユーザーさんが、メッセージを送れるようにするために、まあ、日々、年末に向けて、まあ、コードの改善や、まあ、クラスターの拡張が必要であれば、まあ、年末が来る前に拡張を行うっていうのも我々の大事な業務の一つです。はい。で、ここまでは、まあ、具体的な業務内容についていくつか紹介しました。で、このように、まあ、日々改善を進めているんですけど、まだ私たちに達成できない、まあ、課題っていうのがあります。で、例えばマルチデータセンターに向けて、まあ、アーキテクチャを、まあ、改善していくだったり、まあ、より信頼性の高いトランザクションやセカンダリーインデックスの実装、あと、まあ、TiDB などのシンセサイストレージソフトウェアの、まあ、検討や導入だったり、まあ、一つ一つ挙げられる、まあ、リクワイアメントを持った、まあ、クラスターへの、まあ、SLO の導入運用などが挙げられます。で、サマリーですけど、まあ、我々のチームにジョインすると、まあ、レディス HBS といったストレージミドルウェアの開発、運用、改善に携わることになります。で、我々の業務の特徴を述べると、まあ、大きく分けて2つあると思います。で、1つ目が、まあ、問題が非常に大きなトラフィックにもたらされるということです。すなわち、まあ、多くのユーザーに影響を与えるということでもあるし、また、まあ、パフォーマンススケーラビリティを、まあ、常に意識して、まあ、解決に取り組む必要があります。2つ目は技術的に、まあ、解決すべき問題が、まあ、高いレイヤーから低いレイヤーまで非常に多岐に及ぶということです。で、分散システムにありがちな、まあ、一貫性の問題といった、まあ、レイヤー、どちらかというとアプリケーションレイヤーに近いものから、ミドルウェア、JVM、Linux、ハードウェアに起因するような、まあ、OSS の内部、さらにはカーネルレベルまで、まあ、コードを追っかけていくような、まあ、低レイヤーに属するところまで、まあ、日々多種多様な問題に取り組んでいます。で、私たちこのような、まあ、難しい問題の、まあ、業務を、まあ、解決しているんですけど、まあ、このような分散ストレージならではの問題に、まあ、共に楽しく取り組んでいけるメンバーを募集しています。ぜひご応募をご検討ください。はい、以上で、私の発表は
終わりです。次は IMF パートの、河村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、IMF チームの紹介をさせていただきます。私の名前は河村優斗といいます。現在 IMF チームで、マネージャーをやってます。LINE には2015年に新卒として入っていて、まあ、以降、さまざまなことをやりながら今日まで、働いているという感じですね。で、早速なんですけど、IMF チーム、IMF というチームのレスポンシビリティについてお話ししていきたいんですが、まず IMF はチームとしてミッションを一応持っていて、このようにステートメント自体英語で書かれているんですが、まあ、日本語に直すと、サービス間のデータ連携をシンプルかつ信頼性高く行うために、高いパフォーマンスを持ち、信頼性が高く、また簡単に使えるハブを提供するというのが IMF チームのミッションになっています。で、じゃあ具体的には何をやっているのかというと、アパッチカフカという、まあ、メッセージングのミドルウェアがあるんですが、まあ、今日皆さんカフカについてある程度はというか少しは聞いたことがあるかなという前提でお話しますが、まあ、その全社的な、カフカのインフラを提供、開発提供しているチームになります。でそれ以外にもそのカフカの、プラットフォームをサービス開発者の皆さんが使っていただくにあたって、必要なクライアントライブラリであったりだとか、まあ、それを使いやすくするためのライブラリといったものを開発したりメンテナンスしていたり、あとはまあそのサービスでカフカを導入して、アーキテクチャを作るときに、まあ、必要なアドバイスであったりとか、まあ、実装上の問題だとかセキュリティ上の問題といったことに対して、アドバイスをしたりコンサルティングをしていくということが主な役割になっています。で最初カフカのプラットフォームに関してなんですが、まあ、これはいわゆるマネージドなカフカのクラスターを提供していると思っていただければいいんですが、非常に高い信頼性と簡単な使い勝手を備えたものになっています。で、まあ、パブリッククラウドのね、そういったサービスだと、結構そのクラスター単位でこう、持ってくるというか、サービス単位でクラスターを作るみたいなやり方をしているところもあると思うんですが、まあ、IMF チーム一つ特徴的なのは、その IMF のインフラを使っているさまざまなサービスですね。っていうのが一つの大きなそのカフカクラスター上にまあ同居しているマルチテナンシーモデルで運用しています。なので、まあ、一つのクラスターが非常に大きなスケールを持っているというような特徴があります。で、まあ、LINE において、カフカどのように使われているかという話なんですが、まあ、いくつかパターンとしてはあるんですが、代表的なものとしては、あるサービスで発生したデータに関するアップデートというのを、まあ、それを必要とする他のサービスに対して伝播をしてあげるというそのハブとしての役割があります。具体的には、まあ、例えば LINE のアプリにおいて、ユーザーが何か操作をしたとき、友達を追加したときとか、メッセージを送ったというような出来事があると、まあ、それに伴ったイベントが発生するわけですね。で、この情報っていうのはもちろんその LINE の、サービス自体も使用するものになるんですが、それと同じ情報を必要とする他のサービスというのがいくつかあります。例えば、ボットのシステム、いわゆるそのオフィシャルアカウントと呼ばれるサービスを提供しているボットのシステムでは、ユーザーがそのボットにメッセージを送ったという情報、イベントに対して、ウェブフックをトリガーしてあげることで、レスポンスを返すというような実装をしていたりだとか、あとはまあ LINE のアプリ上で、広告を送ったりというようなスパム行為をするユーザーが、いることがあるので、まあ、そういった不正なユーザーのアクティビティをモニタリングして、自動的にペナルティを加えていくというような機能を持ったシステムが、その情報解析するためのソースとしても使われていたりというようなことがあります。で、まあ、今日話す人ほとんどすべからくみんなスケールの話をしていると思うんですけど、我々のそのカフカのプラットフォームに関しても、まあ、一つ強調したいのがそのスケールに関してで、どれぐらいのその社内サービス、社内のそのサービスやインフラが使っているかということに関しては、まあ、ここオーバー100というふうに書いてあるんですが、まあ、昨日ちょっと見てみたら、現時点で166の独立したサービスや社内システムといったものから我々のカフカのプラットフォームは使われていました。
で、まあ、結果としてその入ってくるトラフィックの量というのも非常に大きいものになっていて、まあ、Kafka において、一番小さいデータの単位である、まあ、メッセージというものがあるんですが、それのその秒間の、入ってくる量ですねっていうのは、15ミリオン、1500万件ですねという、まあ、非常に大きなものになっていると。なので、まあ、ここで今1と数えたら、まあ、この瞬間に1500万件増えているということで、まあ、あと10秒も数えれば軽く1億件は超えてしまうというような、まあ、感覚、そういったトラフィックの世界になっています。で、でなのでデータサイズに関しても当然非常に大きなものになっていて、まあ、こちらはデイリーですが、その我々の Kafka のクラスターに対して1日の間に入ってくるデータと出ていくデータの量の総合計というのが 1.4 ペタバイトということで、まあ、非常に大きなスケールだということがお分かりいただけると思います。はい。で、もう一つ大事なのが信頼性に関することで、もう我々 SLO というサービスレベルオブジェクティブというのを我々の、クラスターに設定をして、そこに向けて運用していってるわけですが、いくつか指標はあるんですが、代表的なものとしてはアベイラビリティと、99% のレスポンスタイムがあります。アベイラビリティとしては、年間で 99.999%、 いわゆるその5ナインズですねというアベイラビリティをターゲットに運用していて、で 99% タイルのレスポンスタイム、まあ、いわゆるそのテイルレイテンシー、レスポンスの中で一番遅い部分ですが、に関しても50ミリセカンド未満と、今非常にタイトな条件で運用しています。で、今日ここで皆さんにお話しするにあたって、私自身がなぜ LINE にいるかというか、 LINE のエンジニアリング何が楽しくてここにいるのかということを改めて考えたことをお話ししたいんですが、一つは非常に高い信頼性を求められる。で、これはこれ単体でエンジニアリングとしてはものすごくチャレンジングなことだっていうのは皆さんお分かりいただけると思うんですけども、それに加えて非常に大きなトラフィックやデータのスケール、これもこれ単体でものすごく大きな挑戦ですね。ただ LINE で面白いのは常にこの2つが一緒に合わさってくるわけですね。その結果として、まあ、一つの私はエンジニアリングにおける究極的な挑戦だと思っているんですが、まあそういったものに対して立ち向かっていかなければならないという環境になっています。はい。で、その高い信頼性というのは、まあ、ただ放っておけば、達成できるというものではもちろんなくてですね、特に IMF においては、何か問題が起きた際に、その表層、アプリケーションレベルの表層だけではなくて、まあ、その下で動いている複数のそのソフトウェアを動かしているレイヤーに対して横断的に調査をしていくというようなことをしなければならないシチュエーションが多くあります。まあ、その一例としては、2019年の LINE デベロッパーデーというイベントで私がお話しした内容というのが一番印象を持っていただきやすいと思うので、リンクを貼ってあるんですが、今日ちょっとこの内容を細かくお話しすることは時間的にできないので、まあ、本当にざっくりなんですが、アプリケーションのレベル、レスポンスタイムがものすごく悪化したという現象を観測したところから調査を始めて、その原因っていうのが実はアプリケーションレベルではなく、その下の、まあ、Kafka はスカラという言語で書かれているので JVM で動いているんですが、その言語のランタイムである JVM のレベルにあるということが分かり、その問題をさらに JVM 内の問題をさらに追求するに従って、実はさらにその下の、カーネルですね、 Linux カーネルの中に問題の所在があるということが分かり、それを追求するに従ってさらにその下のレイドコントローラーのレベルに、根本原因があるというところまで、深掘りした問題のケースがあります。で、細かい具体的な内容は、そのリンク先の方でご参照いただきたいんですが、私がここで強調したいのは、こういったソフトウェアを動かしている複数のレイヤーですね、それぞれのレイヤーでさまざまな調査をする必要が生じるということですね。なのでアプリケーション、まあ、ここでは Kafka ですが、そのレベルではメトリックやログを解析するといったことをやったり、コードを読んだりということが必要になり、その下の言語のランタイム JVM のレベルでは GC ログの解析をしたり、また JVMTI エージェントという、まあ、JVM 自体の機能を拡張するインターフェースというのがあるんですが、まあ、それを使って普通には分からないインサイトを得たりだとか、また OS のレベルにおいては EBPF といったものやシステムタップという動いているカーネルに対してダイナミックに
プルーブをかけていくというようなことを可能にするツールがあるんですが、まあ、そういったものを活用したり、あとはですね、そのハードウェアレベルでのエラーやフェイルというものを、まあ、再現、環境的に再現するために、カーネルのモジュールを書いて、任意のエラーをインジェクトできるようにしたりといったようなことまでやっています。はい。あともう一つの側面としては、ヒューマンリソースに関する最適化というものがあって、まあ、あれあれ、カフカのシステムの利用が拡大していくのは当然嬉しいんですが、それに伴って、それを運用するために必要な人間のリソースというのが、比例して増えていってしまうというのは、あまり美しくないというふうに考えています。なので、なるべくその定数人数で、システムのスケールが増したとしても、定数人数で運用できるように心がけているんですが、ただ現実としては、ユーゼージが広がると、それに伴ってトラフィックも増え、それを裁くためにはマシンの台数を増やす必要があり、マシンの台数が増えると故障率も上がり、故障率というか故障の件数も上がり、アラートも多くなり、調査のコストも増え、そしてデプロイの時間も長くなっていくということになるわけですね。それを改善していくために最近 IMF で強く注力しているのが、まあ、これまでは IMF チームというのはそのクラスターに対して直接オペレーションしていくチームだったわけですが、それを機械で構成されたコンポーネントにまあ代替させていくということで、まあ、ただのそのコンセプトではあるんですが、その機械のコンポーネントたちで構成された機械仕掛けの IMF チームというものを作って、まあ、IMF、人間の IMF チームはその仕組みを作る側に回っていくというプロジェクトを進めていたりします。まあ、その一例としては、アラートインスペクターというものがあって、これはとても増えてしまった、まあ、アラートの件数に対する対応のコストを下げるというプロジェクトになっているんですが、まず現在、その IMF チームにおいて、アラートの調査を人間がやる場合ですね、においても、そのアラートの調査フローというのをデータベース化するということを、もう1年以上行っています。具体的には YAML のファイルの形式で、このアラートが鳴った場合には、まずここを見て、次にここを見て、ここを見ればいいというのを、それぞれのメンバーが記録をしていって、まあ、一つの大きなデータベースになっているという状況で、なので、それを活用して、これからアラートが鳴った場合には、その調査のために必要なメトリックであったり、ログだというものを一箇所に集めておいて、それに対してその基地のパターンに対しては、機械的にマッチングをかけていくということをやって、人間が一時的に調査に入らなくても、一時調査に入らなくても、まず基地のパターンに合致するかどうかは、機械的に判断できるというような仕組みを作ることを目指していたりします。一つのプロジェクトの紹介でした。はい。もう一つのテーマとしては、クライアントライブラリの開発というものがあります。で、クライアントライブラリに関しても、多くのものを開発しているんですが、まあ、今日はそのうちの一つの代表例として、デカトンというプロジェクトを紹介します。デカトンというのは、LINE で開発されたカフカのコンシューマーライブラリで、オープンソースになっているので、まあ、皆さんもコードを見ていただくことができると思うんですが、まあ、これ自体のその価値っていうのをちゃんと説明しようとすると、カフカに対するある程度の知識が必要になるので、ご興味ある方は、後ほどこのリンク先にある、リポジトリ内にあるドキュメントをご覧いただいたらと思うんですが、まあ、簡単に言うと、カフカにおいて、そのデータが送られてくるパーティションという、まあ、単位、本来はこれは逐次的にしか処理ができないものなんですが、それに対して、複数のスレッドで、並列に処理ができるということを可能にするためのライブラリになっています。で、これは非常に多くの LINE のサービスから使っていただいていて、まあ、MF チームとしても非常に精力的に開発をしているものになっています。はい。ということで、まとめなんですが、IMF チームでは、全社向けのカフカのインフラを開発し、メンテナンスし、提供しています。で、IMF チームでは非常に幅の広いエンジニアリングが必要とされていて、まあ、ソフトウェア開発は当然として、加えてリライアビリティエンジニアリングやユーザーに対する、コンサルテーション、サポートであったりといったものが、必要となってきます。そして IMF チームでは、全てのメンバーがこれらの3つのエンジニアリングに、深く関わるという体制になっています。
またそのエンジニアリングのターゲットとしているそのソフトウェアのレイヤーですも非常に幅が広くて、まあ、アプリケーションは当然としながらもその下の言語のランタイムである JVM であったりだとかそれが動いている OS、Linux のカーネルといったものまでエンジニアリングの対象としているのが IMF チームの大きな特徴の一つだというふうに思っています。はい、ということで最後なんですが、まあ、IMF チームが皆さんにとってどんな場所になり得るかということで、まあ、冒頭でも強調させていただきましたが、非常に高い信頼性と大きなトラフィックスケール、これらが組み合わさったときに生まれる一つのエンジニアリング上の究極の挑戦というものに対して挑める場であるということが一つと、あとは皆さん自身で作ったそのシステムっていうのを、デプロイをして動かしていくのも、IMF チーム自体になるので、ユーザーであったりだとか、あるいはそのシステムを運用している我々自身というところからの非常にダイレクトなフィードバックを受けやすい環境になっているので、そういった点に、やりがいを感じてもらえるのではないかなと思っています。はい、最後なんですが、IMF チームに関するリンクですね、外部公開しているさまざまな資料というのをまとめておきましたので、興味を持っていただけた方はぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、IMF チームは以上になります。ありがとうございました。次は、ボットプラットフォームの川田さんです。よろしくお願いします。はい。では、はい。LINE の、プラットフォーム開発室1、開発センター1、ボットプラットフォームデベロップメント室の川田が話させていただきます。僕は今、メッセージング API を実際に、裏側で開発しているバックエンドの開発チームにいるんですが、今日はそこの話です、はい、で自己紹介としましては川田博隆と言います。で僕も先ほどの川村さんと同じく新卒で LINE に入社しました。その前2014年の頃に開発インターンシップに来てそのままの流れで入ったって感じです。で、その後いろんなチームをこう渡り歩いたりしていたんですが2019年から現在のメッセージング API のバックエンド開発をするチームにいます。はい。じゃあ僕たちのチームで何を開発しているのかってメッセージング API のバックエンドを開発してるんですけど、じゃあまずメッセージング API ってどういうところで使われているのかっていう話をちょっとしたいと思います。はい。で、LINE のメッセージング API なんですけど、一般的に言われているのは公式アカウントって言われているような、LINE の中のボットですね。の中で使われている API になっています。通訳ボットだとか、LINE ニュースとかをこう購読すると、毎日リッチメッセージみたいなこう画像が、の中からリンクがクリックできるようなリッチなメッセージが配信されてきたりとか、お天気ボットだったりとか、あとは社外のいろいろな、パートナーさんの広告だったり、クーポンだったり、いろいろなものが結構メッセージとして LINE の皆さんのアカウントに配信されていると思います。それは実際に裏側ではメッセージング API というものが使われていて、僕たちが開発しているサーバーを使って配信されているものです。で、LINE 公式アカウントっていうのは、いろいろなパートナーさんに使ってもらっていただいてるんですが、今年とか去年で言うと、厚生労働省と協力して LINE新型コロナ対策のための全国調査というものも行ったりとか、こういうものもすべて LINE のメッセージング API を使われて行われています。あとはいろんなお店の中で公式アカウントを開設してもらって、ユーザーさんとやり取りしたりだとか、サポートをしたり、あとは何かクーポンや広告を配信したりというような用途で使われています。で、じゃあ実際に公式アカウント向けに提供しているメッセージング API がどういう API を提供しているかというと、一斉配信する API、個別配信するプッシュ、リプライと言われている API、それ以外にも、あとはユーザーさんからメッセージが来たときに、そのメッセージをボットのサーバーへ実際に通知するためのウェブフックを送信する
ウェブフック送信側のコンポーネント、あとは先ほどの公式アカウントでもあったように、こういうピッチメニューっていうものを設定できたりするので、下から出てくるようなメニューですね、公式アカウント内、こういうピッチメニューを設定できるような API とか、あとはユーザーの情報、どんな人にフォローされているのかっていう情報だったりとか、まあ、あとはメッセージがどれぐらい開かれているのかとか、どういう人にターゲットとして送信されているのかとか、まあ、いろいろなことができるような API を提供しています。はい、で結構皆さん、いろいろなパートナーさんに使われている API となっています。でメッセージング API のじゃあサーバー開発ってどういうところを開発していくのかなってことなんですけど、まあ、大きく言うと、僕たちの仕事は新機能の開発と、今ある機能の保守とか改善、まあ、今あるサーバーをちゃんと動かすっていう部分と、あとサーバーが何かおかしくなった時とか、あとおかしくならないようにそのメンテナンスをするっていう、まあ、最後の2つはちょっと似てることなんですけど、まあ、未然に防ぐ部分っていうのと、あとは実際何かが起きたり起きてない、起きたりした時に何とかしたりとか、起きてないことを監視するっていう仕事の、まあ、大きな3つあると思います。で先ほど、まあ、ざーっと説明しちゃったんですけど、僕たちのチームでは特に API の部分を開発しているので、公式アカウントといってもフロントエンドの開発はほとんどやっていません。フロントエンドで皆さんが、公式アカウントを作ったときに作成する画面だとかっていうのはまた違うチームが開発しているので、僕たちは本当にメッセージング API 本体の API の部分だけを開発しています。はい、なので大きく分けるとこういう仕事になっています。で新機能の開発でいうと、最近だと、まあ、スタンプのこうメッセージスタンプとかあるんですけど、それのテキストを取れるようにしたりだとか、あとはちょっと去年とかになると、まあ、ターゲットを絞って、ある年齢の人とか、ある性別の人、どこら辺に住んでる人とか、そういうのを指定してブロードキャストできるような API とかを提供したり、まあ、なんか LINE のボットって変わってないよねって見えるかもしれないんですけど、すごい実は新機能開発を進めています。で、じゃあ僕たちの組織がこれから何を目指しているか、どういうことを、まあ、問題として何を解決したいのかっていうのが、こう LINE の、 採用のサイトに載っていたので、それを僕たちのチームのやつを取ってきたんですけど、まあ、LINE 技術組織が抱える未解決課題というサイトがあって、この中でメッセージング API どんなものが紹介されているかっていうと、まあ、一つ目が、まあ、システムのリプレースですね。まあ、メッセージ送信の安定化と高機能化に向けてって書いてあるんですけど、今のシステムは結構年数が経っていたりとか、 LINE できてからもう10年以上経っておりますので、いろいろと、まあ、積もり積もったこうメンテナンスが難しいだとか、パフォーマンス的に問題があるようなコンポーネントが一部にあります。先ほど、まあ、河村の方からカフカっていう IMF っていうようなカフカのマネジメントをされているクラスターを紹介してもらったんですけど、ボットプラットフォームの中でも一部カフカを使えている部分もあれば使えていない部分もあるんですね。でこの後紹介するアーキテクチャを紹介するんですが、まあ、その部分をうまくカフカに乗り換えていくというようなことが、まあ、一つ大きなものとしてあります。もう一つが、まあ、API ユーザビリティ向上のための技術調査改善ということで、まあ、僕たちそのいろんなパートナーさんの実際の公式アカウントとか、メッセージ配信などからお金をもらって、開発をしているわけなんですが、ここでやっぱりどうしてももっとこういうことやりたいよねとか、こんなことがあればもっとユーザーさんにいろいろメッセージ配信を便利に伝えられたりとか、もっと効果のある配信ができるのっていう要望が、まあ、実際にいろいろあります。なのでそこの部分をキャッチアップしてうまく新しい機能へ結びつけるっていう部分、あとはシステムの安定化に向けたモニタリングシステムの改善ですね。やっぱり
お金をもらって配信している部分になるの でこれは結構 LINE の中では一般のユーザーさんがあのユーザーというというかこうあの実際に使ってもらうのがお金を払っていないユーザーさんという機能がまあ多いですけど、メッセージング API に関しては本当に1配信いくらでお金をもらっているので、システムを絶対に安定化させなければいけません。そこであのもっとシステムを安定に、いつでも配信が止まらなかったり、ボットサーバーへのメッセージ配信が止まらあの必ず伝えられるようなものをシステムに向けた、まあ、モニタリングシステムの改善というものを進めています。じゃあ僕たちのシステム構成がどのようなものになってるかっていうのを簡単に説明していくんですけど、まあ、メッセージング配信側からまず説明します。これはユーザーへボットからメッセージを配信する部分なんですけど、まあ、大きなコンポーネントとしては Java や Spring Boot を使っています。で、実際に API、まずゲートウェイがいて、それが認証を行ったり、実際にその先に存在するマイクロサービスになっているコンポーネントへいろいろリクエストを発行したりしています。まあ、リクエスト結構多い。まあ、あの LINE 本体から比べると少ないんですけど、まあまあリクエスト数も多いかなとなっています。で、その先、メッセージ配信サーバーがいて、RabbitMQ を使った配信queueへ送信し、その先、配信処理サーバーが queueからコンシュームして、先ほど、これまで話をされてきた方々が管理しているトークサーバーっていうあのメッセージ側のコンポーネントに配信を依頼して、それが実際にユーザーへ届くというような構成になっています。1日20億以上のメッセージ配信をしていて、まあ、優先度付きの、まあ、配信級になっていたりして、どんなものを早く配信しなきゃいけないかとか、どうユーザーが多いやつはどうやってあのなるべく短期間に配信するために、まあ、うまくこう優先度をつけながら配信するっていうようなこう級のシステムがこの中に組まれています。ただこの RabbitMQ が結構最近メッセージがですね、まあ、コロナもあってメッセージの API の利用っていうのは結構増えているんですね最近、というのもあっていろいろ問題が起きているので、今ここをカフカに置き換えたりしようというような取り組みをしています。はい、それ以外にも API ではエンボイとかコンサルとかそういうものを使って、まあ、マイクロサービスをいろいろつなげたりしています。で、ボットの LINE のボットとしてもう一つ重要なのが、皆さんユーザーから送ってもらったメッセージをボットのサーバーへ届けるっていう部分もあります。なので今まではメッセージを配信する部分だったんですけど、このメッセージを受け取る部分ですね、ボットが。まあ、Webhook を使って LINE のメッセージング API ではメッセージを送信してるんですけど、まあ、実際トークサーバーからすべて のユーザーのイベントをコンシュームして、あのボットに関係ないイベントもすべてコンシュームして、ボットだけのイベントを取り出して、それをイベント処理サーバーで処理するというような構成にしています。なので、LINE のメッセージを全部コンシュームするコンポーネントがいて、ここがリクエストがすごいある形になっています。で、ここは Kafka を使ってコンシュームしたりしているんですけど、この辺のコンポーネントは2020年から2021年なんで、去年から今年にかけて、このあたりのコンポーネントは、結構書き直されていて、Kafka を使うような構成になっています。で、ボットのイベントを取り出したら、そこから Webhook 送信サーバー、まあ、いろんな API を経由して Webhook 送信サーバーがいて、Webhook 送信サーバーが皆さんのボットサーバーへつなぐっていうようになってるんですが、ここでも皆さんのボットサーバーが、例えば何かプロモーションだったり、あのテレビだったりとかで何か紹介されたりすると、このボットサーバーが死んでしまうというか、レスポンスできない状態、つながらないということになったりします。で、まあ、これは僕たちが管理できることではないので、お客様のこうボットのサーバーなので、その部分が遅くなっても絶対にあの上流へ影響を与えてはいけないというところがなかなか難しくて、まあ、そういう場合にも、安定稼働できるようなシステムを心がけて設計しています。はい、で、じゃあどんな人が向いてるかってことなんですけど、まあ、ボットバックエンドでは、今まで話してきた
チームどこもそうかもしれないんですけど、大量のイベントを短時間に確実に分散処理するコードっていうのが多いです。なのでそういうことに興味がある方はぜひ応募してみてください。あとは2番目としては、身近に触れられる、まあ、多くの企業に影響を与える API の開発に携われるっていうのが大きなメリットかなと思います。皆さんも多分どこかの公式アカウントは LINE で友達になっているでしょうし、毎日どこかしらから1通ぐらいはきっとですね、あのメッセージを受け取ったりしていたり、あとは最近宅配便とかでも LINE の公式アカウントを使われていて、再配達とかが LINE 上からできるようになっていたりするので、そういうところで、まあ、自分が実際使うものに関われるっていうのがいいのかなっていうのが2つ目です。3つ目としては、開発する API とかコンポーネントの信頼性、まあ、機能すべてが相手も開発者の方なんですね。基本的にそのパートナーさんの開発をやっている方が使ってもらう API になっているので、あの自分の開発仕事した開発したものが一般ユーザー以外にもこう開発者相手で仕事ができるという部分もなかなかない仕事かなと思っているので、そういうところで働きたいという人はぜひうちのチームに応募してみてください。で最後に、これからじゃあどんなことをやるのかということなんですけど、先ほども言った通り、あのメッセージ機能っていうのは強化していくと、まあ、うちの売り上げも上がるし、お客さんの売り上げも上がるしっていういろいろいいことがあるので、もっとスマートなメッセージ配信だとか費用対効果が高い配信ができないかっていうような強化をしていきます。サービスが10年分結構溜まってしまっている部分もあるので、まあ、時代に合ったコードだったり信頼性を向上させるっていう部分が、まあ、これから開発していく部分なのかなと思っています。はい、あの先ほど言ったサイトからぜひ詳細を聞きたいとか面談リクエストとかできるので、まあ、ぜひカジュアルにお話をしましょう。はい、以上です。はい、では次はコンテンツプラットフォーム開発の、加藤さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではちょっと画面いただきます。よいしょ。はい、これで大丈夫ですかね。はい、ではそうしましたら、コンテンツプラットフォーム、コミュニケーション&サービスインテグレーション室の、加藤から、いろいろご紹介させていただきたいなと思っています。今までですね、もう1時間ぐらい経って、でこれが最後の、紹介のセッションになります。で、この後 Q&A のセッションがあるので、もしあの質問事項、質問したいこととかがあれば、ぜひぜひこのタイミングであの Q&A に投稿していただけると、はい、とてもありがたいなと思います。で、私自身ですね、まだ実は LINE に入社して、ちょうど11ヶ月。そのぐらい1年経ってないぐらいですので、まあ、そういう観点で、なんか気になることがありますとかあれば、まあ、そういうのももしかしたら答えられるかもしれないので、ぜひぜひちょっと気軽に質問とかいただけると幸いです。じゃあ早速、コンテンツプラットフォームのお話をしていきたいと思います。はい、よいしょ、来た。はい、じゃあ早速、まずコミュニケーション&サービスインテグレーション室、まあ、コンテンツプラットフォームと呼んでいるんですけども、何をしているのか、ですね、コミュニケーションとサービスの、連携を、行っていて、主にエンドユーザーの皆さんに、まあ、さまざまな LINE のコンテンツ、例えば、LINE 漫画とかミュージックとかゲームとか、まあ、いろんなコンテンツを、見せるプラットフォームとして提供していたりとか、あとは LINE のウォレットタブ、LINE アプリ開いていただいて、一番右にあるウォレットタブですね。こちらで LINEPay に飛べたり、LINE のポイントクラブに飛べたり、まあ、そういったところで LINE の各サービスをインテグレートするっていうところを担当している、なんだ、セクション、パートになります。はい。で、まあ、まずちょっと大雑把な運営体制みたいなものをご紹介したいなと思うんですけども、開発、まあ、今ここにいるのは開発サイドで、特に私は SRE、エンベディット SRE って呼ばれているもので、サーバーサイドの開発チームとそこに埋め込まれて SRE チームという形で、サーバーサイドは開発しています。でその他にも企画、運営、で開発 UIT って言ってるのは、HTML5 とか、まあ、そういった、ウェブビュー
でのチームですね。で、あとはクライアント開発ネイティブのチームであるとか、デザイナー、また QA のチームとかで、チームを組んで、開発、運営を行っています。で、開発の拠点なんですけども、ここで出ている人数はエンジニアの人数です。はい、LINE 福岡の方に10名いて、LINE の東京の方には24名います。ただ、今回コロナ などもあるので、ほとんどリモートワークに、なっているかなと思っていて、私自身ですね、入社して1年で、東京のオフィスに行ったのが多分3回ありましたかねっていう感じで、はい。なので、オフィスは、こういったところで東京、福岡あるし、一応所属の会社とかは、LINE に福岡に所属している方、東京に所属している方いるんですけども、実際の開発の作業とか全くそういうのは意識してなくて、混成のチームで、行っています。で、さらにですね、これ非常に面白い話だなと僕個人はすごく思っているんですけども、実は出身国がですね、ネイティブのジャパニーズスピーカーの方の方が少ないぐらいですね。まあ、開発のエンジニアとかで言うと多分さっき30人弱いる中で 4,5 人が多分ネイティブのジャパニーズスピーカーで、それ以外はまあジャーマニーもいるし、イングリッシュもあるし、ロシアもあるしという形で、まあ、非常に出身国としては多様なチームになっているなと思います。で、主にコミュニケーションは英語で、会議とか、スラックでのコミュニケーションとか、コンフレンスウィキでのコミュニケーションとかも行っている感じですね。はい、で、テクニカルのスタックなんですが、まあ、基本的には、サービスをインテグレーションしている、コンテンツをインテグレーションしている、まあ、API サーバーがすごい中心になっています。まあ、API サーバーがあって、Redis のキャッシュがあって、データベースがあって、で、他のチームとの連携に一部メッセージバスとして Kafka を使っていて、というような、ある意味すごく、よくあるウェブサービスをとにかく素直に拡大したものになっているかなと思います。で、内部的には、マイクロサービスになっていて、一つ一つの、マイクロサービス自体はそんなに規模は、まあ、大きいものは大きいんですけど、まあ、小さいものも多いというような形になっていますね。で、モニタリングのアナリティクスとかで言えば、まあ、いわゆる、トレーシング、ロギング、メトリックスで、それぞれ、まあ、かなりメジャーな、ミドルウェアを使っていて、まあ、CI/CD とかも、まあ、一部 Kubernetes にどんどん移っていっていて、まあ、GitOps での開発を行っています。言語については基本的には Java が多いんですが、最近作られているマイクロサービスなどについては Kotlin でどんどん開発をしていて、あとは何ですかね、ちょっとしたオペレーション用のスクリプトとかそういうのは Python を使っていたり、まあ、一部 Go を使っていたり、まあ、そういった形でやっています。で、フレームワークは非常にあれですね、もうフレームワークの力をかなり活用していて、Spring Boot と、あと Armeria という LINE で開発している OSS、そして RxJava などを活用して開発をしています。データベースはなんか MySQL、Redis、MongoDB、Elasticsearch、いろいろあるんですけども、これも多分すごく想像できるようなシンプルな使い方をしていて、Elasticsearch は検索で使っていて、Redis はキャッシュで使っていて、で、MySQL と MongoDB については普通にデータベースとしてですね、スケールアウト、トランザクションの特性、まあ、そういったところを鑑みて、使い分けているような感じです。ここで一つちょっと、まあ、ケーススタディじゃないですけど、まあ、行っている、まあ、大変大きな課題について、紹介させていただきたいなと思うんですけども、まあ、もうすぐあと2ヶ月ないですね、ないぐらいで、ある明けおめ、新年、正月の負荷対策などについてちょっと、ご紹介できればなと思います。先ほど、まあ、以前、先ほどのセッションでも話があった通り、新年明けましておめでとうのタイミングで、本当にその瞬間、3倍のリクエストが、もうそり立つ崖のように来るっていう、そういうアクセスの特性になっています。で、キャパシティプランニングなどは非常に難しくて、1年間の間にですね、行われたアーキテクチャの変更とか、新機能が追加されたりとか、まあ、そういったもので、負荷の特性が変わっていることが多々あると。また年末年始の特別なキャンペーンでユーザーのアクセスパターンが変わることがあるっていうので、とにかくキャパシティプランニングが難しい、まあ、そういったイベントになっています。
ですので、まさにこれもエクストリームなチャレンジですね。で、現在今行っている主な対応とかについて、ちょっと抽象的なんですけど、説明をしようかなと思います。で、基本的にまず3段階ありまして、プリベンション、ディテクション、ミチゲーション。まず一番、やらなければいけないのは、防ぐこと、プリベンションで、過去のデータですね、過去数年のデータから、まあ、それぞれのマイクロサービスのアクセス数を予測しますと。で、この時もいくつかの、方法で、異なった方法で予測をして、で、その予測した結果をそれぞれ突き合わせてみて、で、どれが一番妥当な予測かみたいなところを議論して確認したりしています。また、各マイクロサービスですね、基本的には API サーバーなのであれば、まあ、CPU がネックになるとか、まあ、メモリが足らなくて GC が回ってとか、まあ、そういったところで、各マイクロサービスごとのボトルネックを確認して、まあ、調査をすると。そういったところで、まずプリベンションというのを行っています。でそのディテクションについてはかなり、まあ、ヒューリスティックな話でもあるんですけども、待機体制整備して、じゃすぐに、気づけるように、専用のダッシュボードを整備してというようなことを、まあ、地道にやっていますね。で、もし万が一、カフカが発生してしまった場合に、じゃあどれだけ影響を小さくできるか、またはどれだけそうですね、小さく、まあ、ユーザーの影響も小さくできる、またすぐに迅速に元の状態に戻せる、まあ、そういったところを、事前に準備をしておくというところで、API のスロットリングの機能なんですね。プライオリティロードシェディングなんて呼んだりするかなと思うんですけども、ユーザーの影響は少ない。ただし、サービスの負荷が高いものを優先して、小さくするっていうことが、やはり望ましい、理想的な対応なので、事前にですね、じゃあ開発環境で、じゃあこの API をスロットリングしてみました。じゃあ、ね、シミュレーターで確認をして、まあ、何が、ユーザーの体験として悪化するかっていうものを、まあ、一つ一つですね、先ほどの運営の体制にあった、まあ、プランナーの方、とか、QA の方、クライアントのエンジニアの方々、全員に集まって確認をするというような会をやっていたりします。で、シンプル高速なスケールアウトなどは、もうそのままですね、一部 Docker を使ってとか、Kubernetes を使ってとか、まあ、いろいろな手段があると思うんですけども、よりシンプルで高速なスケールアウトっていうのをどんどん発展させていっています。で、まあ、この私からの視点にはなるんですけども、このコンテンツプラットフォーム、コミュニケーション&サービスインテグレーション室の魅力というものを、まあ、ちょっとお話しできればなと思っています。で、まず仕事面で裁量ですね。非常に大きな裁量を持って最後まで遂行することができます。はい。その分、責任も当然あるし、そうですね。まあやると言ってやるっていう感じですね。本当に有言実行でどんどんやっていくのは求められるかなと思います。その分、それを邪魔するもの、障害になるもの、そういったものはほとんど感じないですね。で、次は技術的な課題。これも先ほどのエクストリームチャレンジの話ではあるんですが、まあ、リアルタイム性であって、リアルタイム性が求められていて、で大規模で高信頼性が求められていてっていう、もう、なんですかね、難しい課題、てんこ盛り。の掛け算になっているところに対してエンジニアリングで解決ができるというのが非常に魅力的なところだなと思っています。で、まあ、かなり難しい、まあ、裁量を持って責任を持って高い技術的な課題を実行するというのは当然個人一人の実力だとなかなか難しいんですけども、まあ、スペシャリスト集団としてチームワーク高くで良い議論をしながら課題を解決できるチームになっていて空間としてすごく魅力だなと感じています。で環境面で言うとですね、まず、こちらコミュニケーション、コンテンツプラットフォームで言うと、まあ、スタンプとかが非常に分かりやすい、プロダクトになるんですけども、まあ、完全に、あれですね、開発した機能、それ自体が売り上げに直結するっていう点が、まあ、面白いですね。例えば、今、もし10分間、サービスに障害が落ちて、スタンプの販売も送信もできませんでしたってなったときに、もうすぐにじゃあいくら売上損失があったのかって分かるんですよね。直接分かるので、まあ、そういったところも含めて、じゃあコストをかけるべき、じゃあいくらまでコストをかけるのか、でそれによって売上はどのぐらい担保されるのか、まあ、そういった、議論もできるっていう点は非常に魅力だなと感じています。ワークライフバランスって呼ばれたりするものについてっていうと、
非常に裁量を持っているところにも近いですし、先ほど私がどんどんリモートワークをほとんどやっているという話もつながってくる。また先日ですかね、デブデイっていう、LINE デブデイっていう、開発イベントもあったんですが、そういったものへの参加の推奨とかも含め、非常に、ワークとライフ、まあ、エンジニアとして非常にバランスが取りやすい、会社かなと、チームかなと思っています。で、多様性については先ほどのお話しした通りですね、まあ、非常に出身、いろんな、国々、地域からの出身の方々がいて、その中でいるさまざまなバックグラウンドを持っているメンバーと一緒に、まあ、いい議論をしながら開発ができるという非常に良い環境だなと感じています。はい、で最後に、今までとこれから、まあ、コンテンツプラットフォームいろいろなお話をしていきたいなと思うんですけども、まあ、簡単なお話をしていきたいなと思うんですけども、実は LINE スタンプ、2011年に、始まったプロダクトなので、今年で2021年10周年で、10周年アニバーサリーとかも実はやっていたんですけども、でその後、まあ、規制会が出たり、絵文字が出たり、ウォレット、スタンププレミアムといって、どんどん機能が追加したり、まあ、横に幅が広がったりとかですかね、深くなったり、まあ、そういったものが続いてきました。で、2022年、何があるかみたいなところは、ごめんなさい、今ここで具体的に発表できるものは実はないんですけども、まあ、まず高信頼性、っていうのが、今、まあ、明けましておめでとうの直前ですので、はい、皆さんが当たり前のように、期待通りに、スタンプを送信できたり、まあ、そういったところを、まあ、改善より、向上させていきたいなと思っています。最後、ハイリングということなんですけども、福岡サイド、東京サイドそれぞれで、サーバーサイトのエンジニアがの募集があったりとか、SRE の募集として、こちらは東京サイドになるんですけども、で募集がありますので、もし興味がある方がいらっしゃれば、はい、ぜひ応募してみてください。カジュアルメンターなどもあると思いますので、はい、少しでも気になれば、ぜひお声掛けください。はい、コミュニケーション&サービスインテグレーション室、加藤からの発表は以上となります。では、次は Q&A セッションですね。千綿さん、お願いします。はい、登壇者の皆様、お疲れ様でした。参加者の皆様ご視聴どうもありがとうございました、各チームからの発表は以上となりまして、この後は Q&A セッションとして、皆様からの、質問にお答えしたいと思います、この Q&A セッション中もですねご質問受け付けておりますので、ぜひご投稿いただければと思います。はい、それでは皆さんカメラオンにしていただきまして、またですねミンさんここよりファシリテーションお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、皆さん本当にお疲れ様でした。はい、まあ、これから、まあ、事前に受けたこの質問に一つ一つ、答えようと思ってますが、まあ、先ほど話したように、もうこの内容を聞きながら、ちょっと疑問に感じたこととか、まあ、これ聞こうと思っていることがあれば、まあ、何でもいいので、はい、まあ、気軽く Q&A に投げていただければと思っています。では、最初の質問からちょっと見ましょう。はい、はい、最初の質問をちょっと、はい、画面に映していただければと思っています、はい、映ってるんじゃないですか。あ、ちょっと待ってください。どこに映ってるか。あ、はいはい、あ、佐藤翔子さん、はい、ありがとうございます、はい、最初の質問ですね、このプロジェクトの人数、何人程度のことが多いか、あと評価の方法、給料がどのように決定するのかを教えていただければ幸いですという話ですね、はい、まずプロジェクトの人数というか希望ですね、これはですねもう平均ということを言うことはですね結構ベリエーションがすごく多いのでちょっと難しいんですが、ちょっと大きく分けて、例えば開発内部のプロジェクトであればですね結構少人数で、あ、これを我々一緒に解決しましょうっていう、ことから立ち上げることも結構まあ、はい、エジャイルであって、まあ、3人、まあ、2、3人ぐらいの規模でも、まあ、1つプロジェクト取り組むことあるんですね。またまあ結構、例えば先ほど話した、まあ、ソーシャルグループの改善とか、
新しいプロトコルの導入とかはですね、まあ、開発の中でも5人から、まあ、10人ぐらいの規模でもあるんですね。ただそれだけではなくて、まあ、例えばプロダクト規模である新しい機能を作るっていうことはですね、開発だけではなくて企画や QA、あとデザインのいろんな各チームから集まって一つチームを組んでやっているんですね。まあ、そこはですね、まあ、10人から30人規模以上の場合もあって、そういった各チームから集まって、まあ、協業することもあると見ていただければと思っています。あと次はですね、はい、評価の方法と給料ということですね。はい、LINE の中ではですね、このエンジニアの力量レベルをですね、I レベルっていう、定義で作っているんですけど、つまりインディビジュアルコントリビューター、個人が自分の技術力を生かして会社にどのぐらい貢献できるかということをレベルで想定をして、そこにレベル別に期待することをちょっと定義してあるものがあります。その内容に沿ってこの評価としてはですね、まず1個目は周りの同僚からの評価、我々これをコーリグリビュー同僚のリビューって C リビューって呼んでるんですね。そこが一つ基本としてあって、あとそういった周りの同僚からの内容を合わせてこのメインジャーがこの自分が考えているこの期待のレベルとこの周りの期待を含めて一つ評価をするということを、まあ、パーソナルリビュー、まあ、P リビューと言ってます。まあ、そういったことを合わせて、この人がこの期待に応じてどのぐらい成果を出したかという評価を基準にして、その上でこのシニアメンジャーレベルで、はい、この人に対するちゃんとした待遇を決めるということが、まあ、年に2回評価制度として行っていることになっています。まあ、それらのこの過程を通じて、まあ、LINE が、LINE で仕事する人材へ、まあ、ちゃんと投資することにつなげていることになります。はい、はい、これで一つ目の答えになったらと思ってます。はい、次の質問、ちょっと私の腕、はい、この質問の画面が見えてないんですが、すみません、他の方はこの質問がこの画面に投影されていますか？そうですね、ギャラリービューにすると全員分のスクリーンが見えるので質問が見えます。はい、それで次の質問佐藤ひょこさんの画面ですね。はい、了解です。はい、はい、次の質問、東京以外の地方から勤務、つまりリモートワークは可能かと伺いたいです。一応私の方で先少しだけ話すと、まあ、LINE は最近 LINE ハイブリッドワーキングスタイルということを発表したんですけど、まあ、その内容自体がもう LINE の中でリモートワークと、また必要な場合はこのオフィスでの業務一緒にできますよという話になります。ただ先ほどもいろいろ話はあったんですけど、 LINE プラットフォーム開発一センターはですね、こういうこの LINE ハイブリッドワーキングスタイルがある前からオフィスで仕事するときもグローバル協業として、さっき話した福岡とか韓国のチームとワンチームとして仕事していて、リモートでもうすでに会議とかオンラインコミュニケーションとか、あといろいろコミュニケーションする上でリアルタイムじゃないコミュニケーションも結構活発に活用していて、文書やティケットを通じての会話、もしくはプリケストを通じていろいろ仕事をする文化がすでにあった組織でもあります。それを今回 LINE ハイブリッドワーキングスタイルに持ってリモートワークを基本にして変更することになっています。部署としてはですね、地方とかリモートワークする上でですね、業務進行上の問題なく成果をちゃんと出すということを中心として考えているので、基本リモートワークメインで行っていると考えていいです。ただリモートワークだけでは難しい場面もあって、例えば各チームでオフラインアクティビティとかワークショップで集めていろいろ進行することがもしあった場合は、そこに参加できる場所、それでそういった
チームからの要望があったとき、一緒に集める場所に住むということ自体は、まあ、前提としてはあります。ただもうそれはもちろん、最近のコロナの状況とかで安全に集める状況であるということを前提にしていると思っています。はいはい、ここもし、まあ、現場の皆さんからですね、このリモートーク、自分たちのチームで何かこうしてますって、まあ、補足することあれば、はい、ぜひお願いします。はい、そうですね、すみません、片桐です。CSI の片桐です。とですね、僕たちのチームでいうと、もともと福岡のチームと東京のチームとあって、もともとリモートでやったのもあって、このコロナの環境で完全リモートになっても、まあ、基本的にはほとんどやることが変わらないという形なので、業務的にはリモートで全然問題はないと思ってますし、実際にですね、ちょっと一番遠いところで言うと、しばらく、今年、まあ、数ヶ月の間ですけど、ちょっとインドからリモートしてた方なんかもいますし、実績としてもありますというのと、ルールについては先ほど、ミンスさんの方から説明があったように、ルールとしてはリモートワーク、全然可能です。ただ、なんだ、ワークショップなんかでみんなが集まることはやはり、ありますので、そのあたり、そうですね、そのあたりでなるべくやっぱり集まれるところであると、ちょっと嬉しいかなぐらいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、これで2つ目の質問に答えができたらと思っています。はい、次の質問に行きましょうか。はい、はい、次は、はい、24時間働いているサーバーは夜中どのように対応しているかお聞きしたいですということですね。これ、まあ、皆さん、現場の皆さんから答えができればと思ってるんですが、はい、誰か、はい。ちょっと私がちょっと、はい、私の範囲で回答しましょう。はい、一応そ我々のチーム、まあ、トークサーバーのチームもそうなんですけど、オンコールの担当をそれぞれローテーションで回してます。で、基本的には何かがあったときに、やっぱりいろいろアラートが起こアラートが、分かるように、飛んでくるように、基本的にはいろいろ設定をしているので、そのオンコールの担当がなるべくそういうアラートを気にして対応できるようにっていう体制を取ってます。まあ、ただ、24時間起きてろっていうことはもちろんないので、アラートになるべく気づけるようにして、なるべく対応できるように気をつけるぐらいの形ですね。やっぱり人間生きてますんで、いろいろ生活もあるし、もし対応できないことがあったら、その旨他の人に振っとけば他の人が対応してくれるとか、割と柔軟にこう、やる体制でやってますね。他のチームの方、もし補足などあればお願いします。そうですね、大体同じ感じだと思うのでいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、もちろん、まあ、アラートも開発者が対応しなきゃいけないこととか、まあ、インフラのオペレーターが対応しなきゃいけないこととか、まあ、対応のレベルがあって、まあ、それで開発まで行くものもあるし、またインフラレベルで対応できるものもあるかなと思っています。はい、では、はい、また次の、はい、質問いきましょう。はい、LINE の新機能、送信取り消し、はい、メンションなどの一つの機能は開発にどのぐらい時間がかかったのかということですね。ここは、まあ、エンパティー一番近いので、はい、今井さん、いかがでしょうか。はい、はい、そうですね、まあ、その開発というところで言いますと、実際の実装期間というところで話すと、まあ、おそらく1ヶ月ももしかしたらかかってないのかもしれないんですけど、実際にそのリリースまでに
ということになりますと、いろいろなセキュリティ上のチェックであったり、その UI をどうするかであったり、テストであったりというのがありますので、おそらく最低でも3ヶ月とか、もしくは場合によっては1年とか、その国によってもそのレギュレーション等がありますので、そういう開発以外の部分での調整というのが非常に長いのかなと思っております。はい、ありがとうございます。少し補足すると、機能自体の開発ということに時間かかることもあるんですけど、LINE はですね、このいろんなこの OS のプラットフォーム、クライアントのプラットフォームと、以前のバージョンの対応とか、全部含まって考えているので、その互換性を考えていく上ではですね、例えばある一つのバージョンが全部なくなるまで待つとか、強制的にアップデートをかけることとかがあって、その場合は結構長い期間がかかるメッセージング機能もあります。ただ、機能的にはちゃんと同じ機能、同じここのメッセージングをユーザーに見せるための機能としての開発はですね、その辺のためのプロトコルとか仕組みがちゃんとあって、その上で開発を素早くできるようにはなっていると思っています。はい、また次の質問またいきましょう。感が上がってるんですね。はい、4000台規模のサーバーは東京の自社ビルで管理しているのですか、もしくは世界中に分散しているのですか。4000台っていう言葉は多分ジェットパートの時話してたんですね、この野田さん。はい、あ、そうですね。ジェットパートで管理している4000台の規模は、4000台の規模っていうのは今現在東京側にある、規模の、サーバーになります。で、東京だけに、サーバーがあるだけではなくて、我々 DR のとして大阪の方にも、台数を持っていて、そちらも管理しているので、そちらを合わせると、4000台よりもかなり多くの、サーバーを今管理しています。基本的にはレディス HBS はその日本でのみ、今はサーバーを、設置しています。はい、ありがとうございます。はい、実はさっき話した通りに、今大阪と東京で、データセンターを持って、運用しているんですけど、LINE って、そこより高い主体性でどの国にあっても問題ない、このサービスを問題なくサービスを提供するということは結構大事なので、そのためにこのデータセンターのスケールを超える、そういったアーキテクチャリノベーションということも一つ大きな課題になっています。はい、そこに、このメッセージングプラットフォームやこの LINE プラットフォーム開発センター1全体が今後10年かけて取り組もうと思っている一つの課題でもあります。はい、はい、次行きましょう。AWS や Azure などクラウドプラットフォームは使用していないのですか。はい、ここはどうしましょう。誰がいるのかな。私の答えすると、今、LINE のメインになるこのプラットフォームの開発の中では、まず自社のオンプロマイズのプライベートクラウドを使っています。それはですね、このメッセージングとか、LINE プラットフォーム自体がですね、結構特殊なリクエイメントがあって、そこを、この規模で他のプラットフォームを使うことやですね、そこへのまた個別の対応と、そこへまたかかるコストということが非常に高くて、そこのバランスで今取っているのが、自前のオンプロマイズかなと思ってます。ただ、ちょっといろんな取り組みで、これからまた挑戦的に AWS を使うこととか、もしくは今一部海外でデータセンターの一つの舞台を持って、そこから他のグローバルサービス展開するという場面ではですね、いろいろ AWS とか、他のパブリッククラウドを使う例もあって、その上でまた既存のインフラとつなごうとしているのが、この今のインフラの現状であると考えていいかなと思っています。はい、
もちろん、近寄る場面っていうことは、ちゃんと、はい、検討して、近寄るようにしようとしていることはあります。はい、はい、また一つ、質問あれば。はい、あ、過去に明けおめで祖母が完全にダウンしたことなどはありますか。あ、ここは私経験あるんですが、この時一緒に行った人いるのかな。はい、私ので答えすると、はい、あります。はい、そうですね、この明けおめで、その時は5倍ぐらいのリクエストボスティングがあったんですね。4.5倍ぐらい上がるところでですね、レディスで、一つのレディスでですね、急にリクエストがもう、止まってしまう、リクエストをもう受け入れなくなったんですね。それでその影響で、そこにリクエストを投げていたすべてのウェブアプリケーションがですね、全部ブロッキングされるということでですね、それがパッと広がって、メッセージが送れない状況になったことがあります。そこはですね、レディスの中で、先ほど野田さんが話した通りに、一つの物理サーバーに、その時も12個ぐらいインスタンス立ち上げたんですけど、そのインスタンスの間で CPU のこのプライオリティをお互いに奪ってブロックするということで、性能がすごく落ちるということから起きた現状でですね、素早く CPU アフィニティの設定とかを入れて解除したことはあります。ただ、一瞬だけでもこの LINE のメッセージングは止まってはいけないという高い責任にがあったのでですね、その時結構反省点として、そこから得た教訓というかレッスンをちゃんと生かして、今もこのすべてのレジスロードにはですね、ちゃんとそういったコナルの設定とかをちゃんといじって、いろんないかなる現状とかシチュエーションでもちゃんと問題なく対応できるということを学んだので、そういった一つ一つの障害が我々のシステムをもっと健康で丈夫にする、いい、曲になるっていうことが、ここメッセージングプラットフォームが障害に向き合っているその姿勢だと思ってます。はい、これちょっと時間が終わりにかけてるので、最後の質問にしようと思ってます。はい、開発プロテスク管理はどのように行っているのでしょうか。はい、ここは主にこのプロセスについて、はい、詳しい片桐さんとか今井さんいかがでしょうか。はい、はい、詳しいわけではないですけど、これは基本的にやっぱりチームによってそれぞれ、やりやすいやり方っていうのが違ってるので、それぞれで、本当にチームによっていろいろやってますっていうことで、我々のチームは、そうですね、例えば、スクラムのチームを2つ持ってます。で、基本的なタスク管理は、その2つのスクラムチームに関しては、スクラム内でスクラムのプロセスにのっとって行われています。ただ、それ以外の、開発の案件なんかもありまして、そういったものはスクラムの外に、置いていて、ここは、そうですね、我々は、スタンプショップとか、なので、割と企画とかと一緒に動くことが多くて、そちらの事業部の方と一緒に、新しいタスクのまず優先度を決めていきますね。で、優先度が決まれば、あとは、あとは普通というか、なんていうんですかね、あと、はい、具体的に企画をスペックに落とし込んでいって、そこから、開発の見積もりをして内容を詳細、精査して、であとはそこまで決まれば実際のテクニカルな設計ですね、テクニカルな設計を大雑把に行って、あとは、実装をしてコードレビューをして、その後に QA をしてリリース、でリリースした後に、レトロスペクティブを行うという形の、割と普通のプロセスかなと思いますね。はい。
あ、そうですね、今井の方からも補足したいんですが、まあメッセージングの N パートの方ではですね、まあ、主に開発リードっていうのがその、まあ、プロジェクトごとに決められますので、まあ、その人が基本的には進捗確認とタスクのアサインっていうのをするんですが、まあ、ジラベースで仕事をしていて、片桐さんがおっしゃったように GitHub でまあ、インテリジェを主に使いながら開発しながら、まあプルリクエストのレビューに関しては、まあ、チームとかサーバーごとにレビューのプロセスが違うので、それをベースにやって、まあ、N パートの場合ではデイリー、毎日リリースを行っているので、まあ、ボランティアで誰かが決められた人がドライバーになってリリースを毎日するという形になっています。まあ、何か大きなフィーチャー開発においては別で、まあ、チームがスピンアウトするような形で、まあ、タスクフォースというのができて、まあ、直接ですね、各メンバーが PM などと、まあ、確認を問いながら開発をするというのもありますので、まあ、ケースバイケースなんですが、まあ、そういうこともあります。はい、以上です。あ、はい、ありがとうございます。まあ、思ったよりたくさん質問が来ているんですけど、それ全部答えられていなくて、ちょっと、まあ、もったいないかなと思ってますので、もう一個だけ、まあ、質問やってて、あと、そのうち、この Q&A 事務セッションに、このできる限り、答えも書くようにしようと思ってます。はい、もう一個拾った質問としては、はい、LINE アプリを支える物理サーバーやデータセンターについて、いや、その運用について知りたいですっていう質問ですね。はい、まあ、そこは、あ、川村さんいかがでしょうか。はい、あ、はい、そうですね、ちょっと解釈に幅が広そうな質問なんですが、まあ、まずその先ほど話した東京のデータセンターの中にあるあの物理サーバーに関して言うと、まあ、当然我々自身がそのデータセンターに行ってあの筐体をインストールしたりとかいうことをやっているわけではなくて、まあ、それはそのデータセンターオペレーターの方々がいるので、まあ、その人たちがあのセットアップしてくれたものを LINE のそのインフラのチームですねっていうのが、まあ、我々サービスとかの開発をしているエンジニアに提供してくれているという感じです。で、そのための、まあ、インターフェースというかやり方として、の LINE の社内のベルザという、社内の、プライベートクラウドのインフラがあって、で、まあ、そのシステム上で、ポチポチと、UI をいじると、そのデータセンターにアロケートされた、サーバーがもらえるというような感じになってますね。なので基本は VM の単位でアロケートすると思うんですが、まあ、ストレージ系のミドルウェアを動かすためのマシンであったりっていうところで、リライアビリティ的にとかパフォーマンス的に高い要件があるような場合は、物理のマシンを確保してそれを使うというようなことをやってます。はい、っていうのが、まあ、一つのデータセンター内での話で、まあ、別の捉え方として、複数のデータセンターにどういうデプロイをしているのとか、そのマルチデータセンター的な観点での質問という意味でも捉えられる気がするんですけど、まあ、そこに関しては先ほど別の質問で野蔵さんかなが多分答えてくれたように、まあ、データセンターとしては複数あって、なのでそのデプロイとしては複数のデータセンターにしたりだとか、あとは一つのデータセンターがダメになったときにメッセージングの機能も他のデータセンターで復活させるというような準備というかその、用意ですね、まあ、できているんですが、ただその一つのサービスのデプロイをマルチのデータセンターにアクティブみたいな状態で、出すというようなところはまだできていなくて、そこは今後の課題として一つ最も大きなものだというふうに思ってます。こんなところで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、まあ、これで、はい、Q&A セッションをちょっと終了させていただければと思ってます。はい、皆さん本当にお疲れ様でした。はい、これからは千秋さんよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。すいません、皆様いろいろ質問いただいているんですけれども、すべて回答できてないんですが、Q&A の方にですね、この後エンジニアの皆さんから、回答追加させていただきますので、ご確認の方いただければと思います。はい、ここからですね、募集ポジションと選考プロセス、応募方法についてちょっと簡単に案内させていただきます。はい、
今ですね、現在 LINE プラットフォームのセンター1では、下記の、ポジションを募集しております。この後ですね、説明会終了後にメールでも改めて、求人のリンクをご案内いたしますので、メールからまたご確認いただければと思います。募集方法に応募方法に関しても、同じ、ですね、メールの中で、案内をさせていただきますので、正式応募の方法は案内に沿って、ご応募いただければと思います。選考のフローのご案内なんですけれども、応募していただきまして書類審査がございます。課題提出をしていただくんですが、この課題はご自宅で好きな時間に受けていただけるコーディングテストです。で、その後面接2回から3回、受けていただきまして、内定という流れになります。今現在面接はすべて、オンラインで行っております。はい。LINE のエンジニアのですね、開発組織について情報をツイッターやブログでも更新しておりますので、ご確認いただければ幸いです。はい、ではこれで採用説明会の方終了させていただきますので、最後に登壇者の皆様改めて出てきていただければと思います。今日は遅い時間までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。このイベントをきっかけに少しでも LINE で働くイメージをお持ちいただけたら幸いです。それでは本日は誠にありがとうございました。